漬け漬けと倉庫まで入り込んで何をしているんですか。はい、体力の窓です。今回の話題はある意味些細な話であります。お互い協力し合うというそういう気持ちがありさえすればこんなねニュース記事にもならないほどの小さな話だと思います。韓国また言い出した、洗濯物が紛失、自国メディアが批判を煽る。そして今回ご紹介するタイ人の声、五輪はまるで刑務所と揶揄も。会場入りしたジャーナリストの報告にタイ人の声、こういった話題からお届けしてまいりたいと思います。まずはですね、こんなニュースがありました。2021年7月30日、韓国メディア、韓国経済は、段ボールベッドや低い天井に続き、東京五輪の選手村に宿泊する選手たちの間で、今度は洗濯問題が浮上していると伝えた。と、まあね、こんな言い草、こういう書き出しから始まっておりますけれども、記事によると、ラグビー米国代表選手は25日、浴槽に水を張り、洗濯物を足で踏んで洗う様子の映像を SNS に掲載した。同選手は洗濯物を受け取るのに5日かかるので、自分で洗っていると説明したという、こういうね、内容でありますけれども、今回は自分たちの主張ではなく、米国や英国、そしてロシアの選手がね、あのように言っているぞと、何々君がこういうふうに言ってるからというね、そういう言い方でありますよね。ただまあ、旅先の部屋でね、ちょっとした洗濯をするなんていうのは、私の、あくまで私の常識でありますけれども、普通のことだと思うんですけれどもね、それがたとえ、五輪アスリートであったって、そういうことはあると思うんですけれども、どうでしょうか。はい、そして続きます。ここからですね、さらに、女子ハンドボール韓国代表チームではユニフォームなどの洗濯物が紛失する騒ぎが起きた。当時大韓体育会の職員らがクリーニング店の倉庫を捜索し、やっとのことで見つけ出したというというね、こういうことでありますけれども、ここで自分たちの本来の主張を米国産や英国産、ロシア産の陰に隠れる形でやっと出してきましたよね。はい、それから続きます。記事は2018年の平昌五輪の時は各選手が自由に洗濯できるよう十分な数の洗濯機と乾燥機が用意された。2008年北京五輪の時も選手村に洗濯機200台、乾燥機400台が設置されていたと説明しているということでありますけれどもね。まあね、中国さんがもうそう言っていると、本当に大国さんがああいうこう言うと、何々くん、何々先輩がこう言っているというね、こういう言いましてありますけれども、例えば18年の平昌五輪でもしも今のようなねコロナ禍があったとしたらどうしたでしょう。それこそですね、もう想像もしたくないような地獄絵図が繰り広げられていたということをね、私はどうしても想像してしまうんですけれども、こんな状況でコインランドリーだなんてね、そんな公衆洗濯場など設置できるはずもありません。希望する人は自分の部屋にね、レンタルもできるということであります。で、自分の部屋にですね、洗濯機、乾燥機、そういうものをですね、運んでくれるということであります。有料ですけれどもね。そういう支援もですね、例えば各国政府やスポーツ協会などはしてくれないんでしょうかね。特に韓国さんどうなんでしょうか。そういうことをやっぱりお国がね、ケチるんでしょうか。ましてや今回のクリーニング業者さんだって消毒だなんだですね、通常の洗濯してね、例えば、ドライして、それからアイロンかけするというね、そういう工程だけでは済まないということだと思います。そういうことも理解した上で、衣類もね、例えば多めに持ってくるとか、私ならですね、先ほどもちょっとね、ちらっと言ったかと思いますけれども、通常の旅行であっても、日本に例えば家族旅行行った時なども、日数を計算してですね、その洗濯日も中に入れて考えて、そしてね、余計に持っていくということをね、やりますけれどもね、これ皆さん同じではないでしょうか、普通の人なら。しかも大韓体育会の職員らが
クリーニング店の倉庫を捜索しということで、やっとのことで見つけ出したなんてね、こんなことまで言ってますけど、恐ろしいですよね。いつも以上に衛生管理、そういうこともね、気を使っているクリーニング店のその倉庫にズケズケ入っていったということでしょうかね、これね。人の洗濯物だとも、これもしかしたら、かき分けてベタベタ触りまくって、そして引っかき回して、そしてね、あったぞーとこうやったんでしょうかね。それを想像するだけでもちょっと恐ろしいんですけれども、本当に選手村の関係者の皆様、本当に頼みますよと、このようにね、私はお願いしたいというところであります。まあこれにね、この記事の中で韓国人のね、コメントなども紹介されておりますけれども、コンディションを整えなければならない選手たちを段ボールベッドに寝かせ、洗濯も満足にさせないなんてあんまりだということでありますけれどもね、コンディションは自己管理の問題であります。洗濯のことぐらいは先を読んで自分たちでと言いますけれどもね、相手ね、韓国政府、そしてね、先ほども言ったようなスポーツ協会、大韓体育館ですか、そういった人たちがですね、バッチリついているんですから、もう血眼になってですね、クリーニング業者の倉庫までズケズケ入り込んで探すぐらいの協力をするんであれば、それこそ選手たちの選択だってね、ちゃんと手伝ってやればいいんですよね。何を言ってるんでしょう。何が、日本がですね、選択をさせないなんてそこまで面倒見るわけありませんよね。はい、それから次、東京五輪は悪い話題しかないなんて、こんなことも言っておりますけれども、まあ韓国さんから出てくる話ばかりですけれどもね、悪い話といえば、それはもう何を言わんか、韓流歴史ドラマの脚本力、そういったもののね、成し得る技だと私は思うわけですけれども、それから日本は問題を指摘されても反省することを知らないというね、こんなことを言ってますけれども、本当に来た想像からですね、変な反日政治プロパガンダと見なされるような垂れ幕を垂れてみたりですね、本当に未だに反省してないのはどちらの方でしょうかねと、私はね、このように言いたいわけですけれども、それから問題が生じても何もしないから日本は発展しない、韓国ならすぐに改善すると、こんなことまで言っちゃってますね。とりあえずですね、まあ私もサラリーマン時代からね、ちょこちょこ付き合いはありました。今はもう一切ありませんけれどもね、サラリーマン時代にはそういうところでね、担当でいましたので知っておりますけれども、とにかく何かあった時にね、バタバタするというのは早いです。確かにあの人たちすぐ動くというのは確かにね、早いですけれども、じゃあそれがね、的確に適切に動いているかどうかは、またね、人それぞれ見方があると思いますけれどもね。それからもう一つありますね、開催を1年も遅らせたのにこれなんてね、こんなこと言ってますけれどもね、よく言いますよね。私からしたらボイコットをすると言ってたのにそれと言い返しますけれどもね、その場にいたらですね、食材持参どころか、それこそ洗濯すら自分たちでできないということじゃありませんかね。まさか日本がここまで頼られて要望をされるとはね、思いもしませんでした。はい、ということでね、本当にみみっちい話ではありますけれども、彼らはこんな話でも倉庫までズケズケ入り込んで大きなニュースにする。これたかだかですね、洗濯物がちょっと遅れたというだけの話です。別に紛失したわけではないと思いますよね。遅くなっているだけだと、一気にね、その人が頼んだとしてもね、順番に上がってくるということの中で、一部はまだ倉庫にあったんだと思いますけれどもね、こんな何の変哲もないような日常であればですね、普通に起こりうることですら、韓国のニュースにかかるとですね、このように大事件になってしまうということですよね。韓国で洗濯物出したらですね、全部 100% きちっと返ってくるんでしょうかね、どうなんでしょうか。はい、そういうことでですね、まあ、またこんな話ばっかりですね。今回もまた最後にタイ人のね、声をご紹介しますけれども、今回は東京五輪のね、同じく韓国メディアと同様にね、東京五輪の会場に来ているタイ人のメディア関係者の投稿であります。この人はジャーナリストだということで、おそらくもしかしたら、まあ、教会のようなものには入っているのかもしれませんけど、個人でフリーで来ている、そういう人かもしれませんよね。7月の30日現在で、これからね、会場入りして検査説明などを受けたよというね、そういう報告でありますよね。
まあ、時期が時期だけにですね、折り返し地点でこのように入ってきている人なので、特定競技にね、目当てで入ってきた人かもしれません。まずはね、その人の投稿、刑務所のようなオリンピックという人もいますが、私たちは楽しむ側ではなく楽しませる立場の人間、この会場までたどり着くのは簡単なことではありません。そして来たからにはここの規則に厳格に従う必要がありますということでね、この後いろいろと選手村やオリンピック会場での感染症対策規則のね、説明がこうずらずらっとね、手順からしてですね、こう説明されております。はい、そしてその後ですね、運営組織委員会は全ての人にルールとエチケットを理解してもらおうと努めています。中には陽性判定で参加を断念する者、規則を破って脱走する者などもいますが、今や世界中どこにいようと不便な状況は同じ。私たちは単なる風邪ではない、命にも関わる病気と戦っています。東京オリンピックを一つの機会として、人類は決して諦めないという挑戦をしているのですというね、こういう投稿であります。これにね、どんな反応があったかと言いますとですね、タイの人たち、はい、素晴らしい投稿ですと、まずはね、こんな意見、それから無事日本に着いたんですねというね、やっぱりこの人おなじみの人なんですよね。はい、それからアスリートにとってもメディア関係者にとっても大会を進行していくことは大変ですね。何が良いのか悪いのかわからない、これが初めての経験ですからねと、こういう意見であります。それから投稿主さんにですね、またね、頑張ってください、状況を説明してくれてありがとうと、こういう意見、それからバンコクよりは危険度が低いでしょうというね、こういうことを言っておりますけれども、確かにね、今ね、バンコクのみならずタイ全土ですけれどもね、本当に私もね、 SNS でね、1万人ぐらいの時に投稿したんですけども、今1日の感染者数ですよね、これもう2万人になるのは時間の問題だよというふうにね、もうこれいいことではないんですけれども、外れればね、素晴らしいことなんですけども、外れずにですね、今この動画を撮っている今日現在は本当に1万7000人を超えてしまったという状況になってますからね、本当にバンコクも今危険な状態であります。それから次、うちの国でワクチンのことは触れられませんね、質の良いワクチンが全然足りていませんということで、触れられないというのはワクチンのことをね、言えないということを言っているわけですよね。はい、それから次が最後の人のコメントです。日本の感染症対策の状況を見て改めて分かりました。タイでもなぜ首相があらゆる手を打っているにもかかわらず、なかなか感染の収束めどが見えないのか、タイではもういい加減通常生活に戻して自由にさせろと主張する頭のおかしい人もいます。今のこの状況に私たち自身が合わせていくことから始めなければなりませんねというね、こういう最後の人のコメントでありました。直近のニュースでは韓国メディアがね、例えばこれ以外にも、今回のニュース以外にも、競技が行われていないようなね、関係のない会場へわざわざ出かけて、テレビカメラまで回してですね、テレビカメラか YouTube かわかりませんけれども、そういうカメラを回してですね、ガイガーカウンターのようなものまで持ち込んで、そしてね、こんなに放射線が出ているぞなんて、ね、それも本当かどうかわかりませんけれどもね、その数値自体もですね、でもそんなことをやっている。それからまた五輪に関係のない、これこそ関係ない東京の夜の街を徘徊してですね、メディア関係者がうろうろして、日本の感染症対策がね、効いているのかと、本当にと、こんな状況だと非難してみたりですね、こんなことをやっておりますよね。それからちょっと前、さらに前に見た記事ではヨーロッパですよね、 NHK の記事では国名が書かれておりませんでした、ヨーロッパのとしか書いておりませんでしたけれども、そこのメディアクルーがですね、ホテルで深夜までバカ騒ぎしてお酒を飲んで
そしてね、ホテルの従業員にも注意までされているのに、あるいは、IOC のですね、関係者ですかね、そういう人たちも出てきて、なんかどうも注意したようですけれども、それでもやめなかったというね、近所に回り聞こえ、ホテルからなんか騒がしいというね、そんな声もあった中でもやめなかった、そういう困った連中もおります。そして極めつけですよね、これより前の動画でもご紹介しましたけれども、卓球の伊藤美誠選手に対してですね、韓国メディアがね、ライトを当ててね、眩しいですよね、そんなもん当てたら。そしてね、邪魔をする、妨害をすると思われる、そういうね、行為があったと。こんなことまで起こっております。一方のね、今回ご紹介したタイメディア、これは一例であります、あくまで。これ全部が全部ね、こういう感じだとは私は言いませんけれども、ただね、私はタイビーキでありますから、これはね、はっきり正直申し上げて、タイビーキの人間でありますからね、やっぱりこういう記事には目が止まってしまうということであります。ただですね、こうしてマナーを守ることに協力してくれる、そんなね、外国人も東京五輪に来ていると思えばですね、やっぱりちょっとね、ほっとするということでもあります。はい、ということで今日の動画はここまでです。皆様、今回の話題、そして大臣のコメント、どのようなご感想ご意見をお持ちになられましたでしょうか。ぜひ今回もまた皆様のコメント、楽しみにお待ちいたしております。またチャンネル登録まだの方は、ぜひチャンネル登録、ベルマークのクリック、そしてもしよろしければグッドボタン、高評価ボタンのほど何卒よろしくお願い申し上げます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。